はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望ね、新生ね、ね、ハープキット。で、これがね、あの、群雄両乱。ね。で、ね、やってます。で、あの、まだね、ここに2つね、残ってるんで、これね、あれしちゃいましょう。戻ってくる。あと。なんでしたっけ、敵奪われましたって出たぞ。ああ、ここ多分、ルンラの領土じゃないわ。うん。まあ、気にしないで行こう。あ、なんか、一件起きるんじゃやっとこうか。お金がない。やってくれる。しょうがないな、これ やっとくしかないね。心得ます。いきゃとりあえず やっとこうか。そしたらここが出来上がったらあれしようか。お使いするとしよう。これならもう出来上がるんだよ。国だかもうちょいか。早々に仕上げねばな。まあもうちょっとしばらくあれしよう。ちゃんと整えてから移動しよう。一気に多分攻めに行ったりとかしたはずなんで。ございません。バカなので、うん。わかり申した。それは上々。やったぞ。で、だいぶ良くなったかな。これで。あ、これもほぼほぼオッケーな感じだと思うんで。この国高がね、出来上がったら、まああれだよね、国高もできる。ま、満タンのはずだよね。もうちょい行くか。商業は。もうちょい行くか。まあ、後で移動してやればいいね。どっちが勝ったんだ、これ。あ、三好さんだったんだね。ここでも響け。なんだと。三好やつ強いんだね。うん。そしたらあれか。いやでも行くのもな。ここら辺は取れるね。今戦争するべきじゃないような気がするな。ちょうどこれも出来上がるところでしょ。あと1日でしょ。これ出来上がった。うん。そしたら、じゃあ、ここで作り始めようか。2条に、地高。信秀だね。うん。信秀がね、あの頭いいので。うん。で、信秀。で、あとは、亀山あたりかな？下までカバーすると。亀山あたりに、てか、お金がないから移動できないか、こっちに。亀山あたりに、地高。
神山あたりにあれいるよか。なんかもうちょっとなんかさ、どうでもいいような部署いないのかな。これ全部あれだもんね。信水でじゃあダメだもんね。いっか。ドブタダでいいか。じゃあドブタダもそれなりに強い武将なので、で、じゃあ、お金貯まるの待つ？それとも、軍団だけ作っちゃおうか。任命で。ほぼほぼカバーできるんだ。へえ。ほぼカバーできるね。いいかこれで。武将編成でとりあえず入れるだけ入れる。あとどうせ一回解散するんで。大会の入れちゃったんだね。あとでノブのお城をね、あれして、お金が貯まったら、ノブのお城を、一文集、仲のいい子だとみんな集めるんで。移動2万ぐらいかな。あそこの城に移動すんのね。海柱まで持ってったらダメだよ。うちらはいろいろ物事をやるときに海柱がいないと、まあ5人ぐらいいれば十分なんだけどね。これで移動させといて。承知つかまつった。うん。であとはあれかな、軍団の編成で方針で白攻略かちょっと自分で決めとこうか。行く場所、うん、あんま変なところに喧嘩売ると痛い目見えるんで。ちょっと左側だけにしとこうか。まあいいでしょう。こっち行っても、あこのぐらいかな。まあいいかな。こんな感じにしとこうか。じゃあ行くのはあれで、まあこっちの軍団に入れとけばいいかな。じゃあちょっとお金貯めよう。おい、もう行くのかい。ちょっと血の気が多すぎるね。お父ちゃん血の気が多すぎる。いやいや、そっちも行くの。
まあいいけど、行きたきゃ行っても。この城を落とします。まあ取れるでしょ、2つはね。戦が始まるぞ。こっちもなんかは取れるんじゃない？空き地とかもだいぶちょっと減ってるっぽいし。早々に仕上げねばな。行くさぞ。あ、なんか上司任命されてません。上司がいます。そうだね。うん、農業のところはちゃんと取ったね。お使いできます。よろしいですか。富田さんがいい武将で欲しいって言ってる。おお、悪くはないんじゃない。名古屋の上司を、まあ、そんないいところあげるはずないよ。あげてもいいようなところってさ、ないよ。上司なんか60何歩でしょ。そんなあげられるようなお城ないよ。強いて言えば、プニさんの城。うん、ここだったらいいよ。数人中の選べれません。無理。諦めよう、これは。うん。どうせ、後から入ってくるよ。拾った命、無駄にはせん。足感ないけど。おお、名古屋さんいいじゃん。我が主が力を尽くす。で、港を作っといて。早々に仕上げねばな。お聞きください。そうしようか。戦となる。布陣を始める。で、これあといくら必要なんだ。移動するの。攻め落としてみせたわ。触れてやるわい。移動するのに本拠地移転。これ25,000必要だね。関の地。うん。じゃあ25,000貯めよう。整えるのだ。忠節を尽くしますぞ。よろしいですか。足利義昭から申し上がります。訓練する代わりに何かくれって言ってる。地方だったらあげる。これ20年、ちょっと、ここで。恩に着ようぞ。城攻めを始めよう。大阪城行かないと、こういうところ行き攻めりゃいいのにね。では、かかるとしよう。大阪城なんか、これあれでしょ？補助線でしょ？やりましたぞ。勝てねえんじゃない？さっさと落としてやるぜ。触れてやるわい。お断りします。噂に聞くより寛大な方ですね。あ、これなんか作ってくれてるね。うん、良さそうだ。あと1回さね。
よし、これで移動できるね。で、どうしよう。軍団編成で、編成じゃない。軍団、本拠地移転。これだね。新選手駅ちょっと減るね。まあいいでしょう。ああ、大名のやつなんかもらえる？あ、本気力アップもらったじゃん、いいじゃん、いいじゃん。たら、あ、お前の喜びにござる。で、ありがたき幸せ。内政の米もらえるの。あ、もうこれもらえるの。やっとこうか、ここにしたね。お前の喜びぞ。80は戦闘にしとこうか。ありがたき幸せ。あ、戦闘じゃないやつにしたかったな、あれ。これは、妖怪の喜び。やつにしとこうか。これ、制圧いいかな。妖怪の喜びぞ。ツヤは戦闘にしたいね。石田三成は、逃走するんじゃ。ありがたく存ずる。これ戦闘のがいいね。強いから戦闘だね。戦闘に なったのかな、今の。なんか間違えたような気がするね。柳生さんの戦闘だね。戦闘橋で。ありがたき幸せ。これも戦闘でいいんじゃない。あ、でも盗賊1振ればあれか。まあいいよ。ありがたいの。70になるとちょっとだけお得だと思うんだけど。これ調略？まあ、調略って言ったら調略でもいい。ありがたき幸せ。ないよりあった方がいい。感謝いたすぞ。これね、あれだね。かたじけない。この82のこれはさ、ちょっと、あれだけど。ありがたく存じる。まあ、13になるんだったらね。感謝いたす。あげて。制圧でいいね。ありがたいの。これはちょっとあれしようか。保留にしとこうか。ここに行きます。で、軍団解散して、戻そうか。軍団解散。解散します。わかりましたぞ。で、もう風呂ぼっこにしてるんだけど、これ、こういう人に絶対無理が勝てないから、こんなんじゃ。期間。で、返します。で、落ち着いたら、この代官を全部入れます、ちゃんと自分にして。10日でいいや。早々に仕上げねばな。でしばらくちょっと様子見しないと。帰ってるかどうか分かんないから。でも、もういくらなの？ね、1ヶ月経ったんで、帰ってるはずなの。よろしいですかね。うん？あげないと出てくる？地方需要。やっぱこの辺誰もいないよね。88か。いらない。いらない。はい、ということで、一人ね、帰ってきました。で、あれだね。代官を入れよう、ちゃんと。まともに。で、相性のいい。まあ、佐久間さん、うん、弾けない。ちょっとなんかさ、名前のさ、違う、ここから入れないと、小田じゃない。石田さんはちょっと強いから、入れたくないね。これは、信井でもこれもダメ。お通夜も使えるな。なんか使えなさそうな、こういう人。極まりないわ。
くんって弱いでしょ。あれ弱いので。弱いの10人って。ユリナも弱いでしょ、多分。あ、これも弱い弱い弱い。ありがたき幸せ。で、補正のつくのが、信清も弱いでしょ。あー、信秀のところにいるんだ。じゃあ、やめようか。信秀。お任せくだされ。信光。ありがたき幸せ。ノブコップ、これでいいら、うん、片付けない。補正で三浦とかなんか弱かったよ、確かね。あ、ノブオがもっと弱いよ。あ、でもノブオさ、お通夜の方のところにいるんだ。でもなんか他の武将が行くでしょ、うん。で、あれだね、ノブが111になったんで、これで、多分、ほとんどのところには負けないんじゃないのかな。うん。まあ、いいでしょ、これで。で、あとはあれ作ろうか。分断を新設でまた作って。平井出さんもいるね。ここにもいるね。あ、いいんじゃない？うん。まあ、ノブは一人でね、あとで適当にどっか戦場をかけましん、かけましんで。行こうと思うんで。と、あと僕か。で、決定。わかりましたぞ。で、親切。こっちの方がいいのかな？こっちでいいよね。一応取れるところはさ、ちゃんと渡しとこう。一応防御の要だと思う。武将編成17人だから10人ぐらい入れといたみたいね。大官じゃないですか。金、岸田三成入れとこうか。岸田三成と、あと大官は、塩のこれ入れとこうか。10、11、12、13、14、15人足軽入れとこうか。いいんじゃない、これで。心得ましてござる。あとは全部信秀の方にね、入れとこうか。大官ちゃんと10人残ってるよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あとどっかに1人いそうだね。あ、こんだけしかいないね。あれさ、大官9人でよかったのかな？うん。全部入ってるね。問題ない。これでじゃあ、どこを攻めさせようか。あ、3400か。ああ、だったらこれもう、あれだね。軍団、編成で、方針、城攻略。まずこれ二つだけ行かせようか。
あとここも行かせよう。で、ちょっと様子にしよう。で、武将が、秀吉の武将が入ってくれば、もっと、ちゃんとまともに動かせるはずなんで。いいでしょ。あ、違う。秀吉はここに出てるんだ。今ナンバー。で、うちらも出てってあげた方がいいね。出てくか。その前に、軍開発。都会じゃダメだ。そんなんじゃないよ。入会者。兵を増やさなきゃ。ああ、もう、できないか。行動力、あれ、足んなぎね。あ、名古屋、ペットしてない。登場、軍団編成、城編成。名古屋も使っていいよ。よし。じゃあ、次なる手立てはいかにせん。城を落としに行く。3万集めないからダメだからね。多分これ無理だね。次なる手立てはいかにせん。1人取るんだったらこっちだ。城を落としに行く。じゃあ行こうか。上行った。取り掛かろうぞ。ちょ、兵糧足りないね、多分。うん、僕ちょっと兵糧足りないわ。これ軍開発できるね。入会地。農業と。取ってるね。偉い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 。来たね。秀吉が出てきたね。行くさぞ。敵を滅ぼさん。そうよそうよ。うん。あ、なんか知らないけど、なんか。我らの勝ったみたいだよね。世に知らしめ。あれ、負けたんだ。そんなことが。何負けてんの。合戦かの。合戦。敵は皆、滅ぼさん。絶対勝てない。絶対勝てない。敵は皆滅ぼさん。やるのも戦の始まりだ。はい、ということでね、まあ、今回ね、軍団で作るような感じだったかな。うん、まあ、軍団を作りましたってところです。はい、早々に仕上げれば。ということでね、まあ、負けちゃいましたけど、まあそのうち取れるんじゃないのかな。秀吉さんのところで、まあ取れなくてもそのままずっと取り囲んでるような感じでもいいしね。
ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。